2022年1月の教室です。3、4年生赤い表紙ですね、1月はね。はい、ではこちらからいきます。目標を決めて1月らしいですね。はい、一マス開けますよ。手本があるときはもうおかしいかなって思ったとしてもそのまま書いてください。ちょっと今回は一箇所ちょっと変かなっていうとこがあったんだけど、点がね一番上にあるんですよ。これはこれでこのまんまちょっとねお願いしますね。はい、ではいきます。目標ですね。1、この一画目をちょっと短めかなって思うぐらいなイメージ。このほらマスに対してここね、このぐらいちょっと上下だいぶ空いてるねっていう、こんなような状態です。今ねこの辺に設定するとこれはね次のつけるところっていうのは下にはならないはずですよね。上の方に来ます。そしてこう膨らんでくるから結果的にさっきのここのね位置よりもなんかちょっとこう上がったような状態になって、右側っていうのは長くなりますね。上も下もちょっとこう長くなったような感じするでしょ。で下っていうのは出ていいので、ほらここねこの部分は出していきます。なので余っていいんです。だから最終的にはここがこう結んでくるわけですね。はい、そしてここをこう割っていきますよ。はい、この状態ね。はい、表ですね。次は木片1、2、この時左がこうやって長くなるようなイメージ。少しこれも反ってもいいです。木片なのでこっちに大きなものが来ますね。なのでちょっとこう反ってあげてもいいかなと思います。でストーントン、このくらいな感じにして、右側はこう空いてるとこに入れ込むような状態、こうやって持ってきますね。はい、そして横は力あまり入れずにここから入れてください。こんな感じ。横はね滑らせるっていう感じであんまり力入れなくていいです。縦をちょっとしっかりめに意識して、ただここでは長さは必要ありません。ここね結んだ時に出ちゃうとちょっと嫌なので少し短めぐらいでいいかな。この子たちに比べたらちょっと短いなって思うぐらいにしておかないとここがねうまくいかないかもしれない。でここ示すという字がきます。ちょっと混み合ってるところで太い鉛筆使ってるとあれちょっと難しいかなって思うかもしれないんですけど、そんな時はグイっていう線とこういう線とでこれの組み合わせにしてあげると、ほらこことかはあんまり太くなくてお尻の方に向かってすごく力が強くなってるなっていうとこねあると思います。こういう風に細い部分を少し使っていくと意外と描けたりするので、あまり怖がらず線質重視でいきましょう。グイって上がる線とこちらはこういう風にこう反ってくるような感じねっていう風にしてぶつからないようにしていきます。こちらグイって上がる線とこちらにこういう感じの線、そしてこちらちょっと湾曲させてもいいですね。なぜかっていうとここは本来こことここは合わせていこうとするのがちょうどいい感じなんだけど、今この木片ちょっと短かったかなと思ったのね。ここねこっちちょっと出しすぎちゃうかな、ビーって、あんまり長すぎてもおかしいかなっていう感じがしたのと、こうやって混み合ってる時結構こう重たいものが上にありますね。下のところは安定感取るためにこれはこういう風に反り返りたくはないところですよね。なのでこちらちょっとこう丸く持ってきた方がうまく入りやすいです。そしてきついけど V 字を下に作ってあげたいなっていうこの思いがここに伝わるでしょうか。こちらね、下にビヨーンってきちゃうとこの V 字ができなくなっちゃう、全部下揃っちゃうとか、むしろこっちが長くなっちゃうとかねなりやすいんだけど、ここ出ないように気をつけてあげましょう。はい、目標をキュッとして上から左ね、左に来てからストーンで遠くに飛んでふわっとさせてキュッ、この時この辺りっていうのは結構力が抜けたような状態がね来てますね。決めてです。三髄は1、2、3、この時上に跳ねること、次のここに行きたいってこんな感じですね。ふわっとしてキュッでこういう感じです。ぐーっとね
そして頭しっかり打ち込んで、キュッて打ち込んで、そしたらまっすぐ降りてくるような感じ、この辺りから左へ。これって下の部分を見てくださいね。この感じ合わせてきています。で、下、こちら、ストーン。このままほら、まっすぐなんです、ここね。なんかね、早く曲がっちゃう子多いんだけど、まっすぐ下ろしてきていいです。ストーンと落としてきて、あ、ここ到着したなって思ったら、こうやって抜いていけばいいです。毛筆も一緒ね。くねらせない方がいいです。ここ、くねくねするとちょっと変になっちゃうので、結構ストンっていう感じで持ってきましょう。その方がスッキリしますね。はい、そして真ん中の線、この目ですね、よく見てください。これ絡めついてる感じしますね。一画目はこんな感じで、ふわっとしてるけど、ぶつかってはいない。そんな状態ですね。だけど、二画目のここがまっすぐです。まっすぐで、この子の、ここのあたりを狙ってきますよ。こっからキュッ。こういう状態ね。これもくねってしてしまうと、ここの隙間がうまく取れなくなってしまうので、ちょっとここはね、直線みたいなイメージにしといた方がいいかな。そして上にスッとちょっとだけ上がります。ちょっとだけでいいです。これ大きく上がっちゃうと、ここ通り越してきちゃうので、何がしたいのかって考えてください。ここに隙間を作りながら、こう上がりながら回ってるんです、こうやって。っていうのをイメージして。ね、そうするとどのくらい上がればいいかっていうのが分かりますね。まあ、手本があるので、それに習ってもらえればできますが、まあ、そんな風に考えてくださいね。で、こちら上がりながら回って、横に広げながら、この時に真ん中で切れるぐらいがちょうどいいです。そんな感じでね、やってください。はい、手はグイッときて、キュッ、こんな感じですね。はい、で、ちょっと次が、普通これってほら、ここに点をつけるんですよ。なんかもうはるか昔のことで、あれ、なんか小学生ってそうだった気がするんだけど。ね、でもちょっとここにあるので、ちょっとね、書いてください。で、ずれないようにね、そこで確認してね。はい、それから真ん中の線、ここでもよく見ておいてください。ここからふわっ。ここからスッてまっすぐ来たら、ここからキュッて来て、そのままふわー、キュッて、またこんな感じです。ここね、この部分ふわって一回したのね、それがないとここが潰れちゃうので、少しふわっとめで、この線それぞれどっちに沿ってんの、膨らんでんのみたいなのを考えながら描いてくれるといいかなと思うんですね。今の感じでやると、隙間ちゃんと開けられるかなと思うんだけどね。どうでしょうか。そして、レですね。レは、一画目は、こういう感じで真ん中の線に乗ってきません。むしろお腹を突き出してるみたいに、ちょっと離れていくかなっていう状態に見えるかな。でもあんまり傾いた感じはしないと思うんですよ。ね。なんかこう、傾きがあるわけではない。ちょっとお腹突き出してるかなっていう状態ね。はい。そして、こっち、左は出していいですが、右あまり出しません。そこから折れてまっすぐ。次は、ふわー。これも、なんていうか、ずっと同じ方向に引いてるわけじゃなくて、最後の最後は、こう、上に行きたいな。この辺から上に行きたいなって思ってる感じなんです、これ。そう、だからね、まっすぐピッっていう線ではないって思ってもらった方がいいね。で、そして、ここさっきの上行きたいなって思った底のところにつけるような感じからこちらです。で、その時はこれはね、ここが開くといいので、ちょっと片足で立ってるかなっていう感じに思わせておいてください。そうすると綺麗ですね。はい、そして2です。こういう棒があるものに関して、ちょっと、ま、長めにするといいです。やりやすくなります。で、上にボゴンってあんまり膨らみをつけない方がいいですね。なんかね、子供っぽくなりすぎちゃう。もこってなってると、あんまりね、すっきりしてる方がいいかなと思います。はい、そしてこちらもちょっと見てくださいね。1画目あって、2画目、この長さちょっと短いですよね。横に広く見える字です、こちらね。1、ここに横ってやったら、
その行った先からもらってくるようなイメージでこう入ってきます。で、短いですよね、これね。で、横をたっぷり使っといて、ぐーっと、こちらの方がちょっと太く見えるし、長く見えるし、で、これの跳ね方も上にガンっていうよりは横にこう結構慎重かなっていう感じ。この真ん中にね、何か入ってくる場合は邪魔したくないなっていう思いがやっぱありますよね。そう、なので邪魔しないようにちょっと角度を広げてつけつつ小さめかなって思ってください。はい。かはなかなかこれ癖がついてる子なかなか治らないんだけど、真ん中の線に乗っかんないようにねっていうところですね。ついつい書いちゃうのかもしれないね、真ん中にね。そう。でもこれはね、癖つけといてください。このマスでやってる間に癖つけないとなかなか難しいですね。はい。はい。手ですね。キュッとして。はい。次、動力。動力です。難しい字ですよね、努力ってね。女という字が来ますが、ここ。ポイント、ここ。キュッ。くじゃないんですよね。くの漢字で書くと、角度全然違っちゃうので、ちょっともう、言いにくくなっちゃうので、ここが注意点かな。こう結構上からのライン、縦ラインでいいんですよ。だけどこちらはクイッとこうね、内側に入り込んできますね。そしてここ隙間は結構小さいですよ。ここの部分っていうのは小さくていいんですよ。あんまり広く開けすぎてしまうのも問題ですね。で、ここからこう置いといてからの、よいしょ。まあ、ここの隙間を保ちつつ降りてくると思ったらいい。保ちつつ、ほら、同じ感覚ですよね。保ちつつ降りてきて、はい、これを過ぎたら左。っていう風にして、一気に置いたからそこからスタートして、ポーンって何も考えず行くかって言ったらそんなことなくてゆっくりなんです。置いてからこう保ちつつ、よいしょってこっちね、来といて、ここからの今度はグッと入ってこう上にこう来ます。つながってるよねっていうのも考えてくださいね。で、ここにスーって来たこれも一気にポンっていっちゃってるわけじゃなくて、ここですぐもらいます。このここバトンタッチで、ここに来といて、ストーン。字は全部つながってるよねっていうのはこういうことですよね。グッてして、まあ、何も考えずにさーっていくんではなくて、グッて置いた時点で次はってその次のことを考えてから、あ、そこねって思ったらそこに向かってスーって言ってすぐにもらう。はい。そしてこの子たちを乗っけるようにして、ふわっとしてグッと、これしっかり立たせておいて。で、こういうとこぶつかっても構いませんので、こう入れ込んで。はい。この時は、この子に対して、この子、角度がちょっとね、違ってきてますよね。もう一つ力がきますので、こちらで説明しましょう。ふわっとさせといて、ここでぐーっと立てといて。ちょっと立ち気味でしょ？あんまりこれがこっちに入り込んできてないよねってとこね。ぐーっと。ここね、最後が内側にこう入り込むけど、でもやっぱ縦気味に来てるでしょ。で、そこからの回ってキュッと入って、はい、外へ。この子は外へなんです。で、その払う感じだったりとか、ここのところのこの下か下に向かっといて内側にキュッみたいなのとか、そういうところ、慌てず、ただの線なのか途中から方向変わるのかみたいなところをね、見てあげるといいです。だから線をちゃんと見てねってね、言うんだけど。はい。では次です。おは2回目なのでそのままいきましょう。はい。するですね。はい。長くして右寄りで、ちょっとキュッと内側にこれ入ってきてますね。トントンストン。るは長くして横に広げといて、このような状態ね。少し横広げといて、ちょっと上がったかなっていうぐらいのとこまで持ってきちゃって、トントン。そうするといいかなと思います。
はい、これ3、4年生ね。はい、頑張ってください。失礼します。